ダニー・イングスはイングランド・ハンプシャー州ウィンチェスター出身のサッカー選手。アストンビラ FC 所属。ポジションはフォワード。サウサンプトン FC の下部組織でキャリアをスタートさせたが、10歳の頃にクラブから放出され、15歳の頃に AFC ・ボーマスの下部組織に入団した。2009年10月6日、フットボールリーグトロフィーのノーサンプトンタウン FC 戦で、 プロデビューを果たした。その後、当時カンファレンスサウスに属していた、ドーチェスタータウン FC への短期ローンを経て、2010年12月28日、フットボールリーグ1でのミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦でリーグ戦デビュー。2011年2月1日、ホームでのスー・インドン・タウン FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2011年8月15日、 フットボールリーグチャンピオンシップのバーンリー FC に移籍し、4年契約を結んだ。移籍金は非公開だが100万円ポンドと推定されている。バーンリーには8ヶ月前に、ボーンワスからエディハウ監督が移籍しており、新天地で再開を果たすことになった。しかし、加入後間もなく膝の怪我により長期離脱を余儀なくされ、2012年2月14日、ホームでのバーンズリー FC 戦で、 チャーリー・オースティンとの交代で、ようやく移籍後初出場を果たした。2012から13シーズンは、J ・ロドリゲスがサウサンプトンに移籍したため、イングスは、ストライカーのファーストチョイスとされたが、プレシーズンマッチで以前負傷した箇所と逆側の膝を、負傷し、またしても、長期離脱を強いられた。両膝の負傷を克服した2013から14。 シーズンはチャンピオンシップで20ゴールを記録し、クラブのプレミアリーグ昇格に貢献した。2014年3月には、リーズ FW ロスマコーマックや、レスター MF、ダニードリンクウォーターを抑えて、フットボールリーグアワードのチャンピオンシップ年間、最優秀選手に選ばれている。2014年8月19日、イングスはホームでのチェルシー FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たし、 10月26日のエバートン FC 戦でプレミアリーグ初ゴールを記録した。2014から15シーズンはプレミアリーグ35試合に出場し11ゴールを決めた。2015年6月8日、リバプール FC はイングスとの契約で合意したことを発表した。バーアンリーとの契約満了後の7月1日にメディカルチェックを経て入団の予定となっている。なお、 自由遺跡ではあるが24歳以下の選手の遺跡であるため、バーアンリーに800万円ポンドの育成金が支払われる見込みであると報じられている。9月20日のノリジシティ戦と10月4日のエバートン FC とのマージーサイドダービーで、それぞれ一得点の活躍をしたが、その後左膝前十字人体を断裂し、残りのシーズンを棒に振り長期離脱を強いられた。 2016から2017シーズンは、リハビリの結果リーグカップの試合で復帰したが、10月26日のトッテナムホットスパー戦で今度は前回と逆の右膝に大怪我を負い、軟骨を摘出する手術を受け、不運な2年連続の大怪我でこのシーズンの残りも欠場する結果となった。2018年4月7日のエバートン戦で916日ぶりにリーグ戦で、 先発出場を飾った。その後、同月21日の WBA 戦では再び、先発出場の上、2年半ぶりに公式戦でのゴールを奪った。2018年8月9日、サウサンプトン FC にレンタル移籍、シーズン終了後に完全移籍することが発表された。二千十九年七月一日、サウサンプトン FC と千二十二年までの契約を、 締結し完全移籍した。11月9日のエバートン戦から12月8日のニューカッスルユナイテッド FC 戦まで5試合連続ゴールを決めるなど22ゴールを決めたが1点差でゴールデンブーツのタイトルを逃した。2021年8月4日、アストンビラ FC と3年契約を結んだ。2013年10月3日、イングスは ガレス・サウス・ゲート監督率いるイングランド U-21 代表に初招集され、1週間後のアウェーでのサンマリの代表戦に途中出場した。代表2試合目となる11月19日のホームでのサンマリの戦では2ゴールを決めて9から0での対象に貢献している。2020年8月、クラブでの活躍から UEFA ネーションズリーグ、アイスランド、 デンマーク戦を戦うメンバーとして、約5年ぶりに代表に招集され、アイスランド戦で途中出場、約5年フりの出場を果たし、代表にキャップ目を刻んだ。2020年10月8日のウェールズ戦で、フル代表での初ゴールを決めた。2014年11月、身体的あるいは学習障害を持つ子供に、サッカーの指導を施す目的で、 ダニー・イングス障害者スポーツプロジェクトを立ち上げた国際 A マッチ2試合1得点ありがとうございます。